地元記念、どのように振り返ってますか。そうですね、まあ悔しい場面もいっぱいあったんですけど、まあ手応えはあったと思います。積極的に動いていきましたね。そうですね、まああれが一番勝ちに近いかなと思って、はい。え、さて、平塚、まあ、ダービー以来ですが、イメージとしては。そう、まあ走りやすいですね。はい、基本的には、はい。じゃスピード、期待できるそうですかね。そうですね、スピードを生かせたら、いいかなと思ってます。優勝を目指して、頑張ります。最近、まあ成績もいいように思えるんですが、いかがですか。 そうですねあの成績以上の,あのかいい感触はないんですけどあの前回も1着を取れているので徐々に良くなってきていると思いますさて、初日は関東1人どう戦いますかそうですねあの、短期で走りたいと思いますそこはちょっとこう決めるの決め手というかどううでですすかそねあ何とも言えないんですけどあの難しいレースになりそうだったので。 しっかり自分の中でいいイメージを持ってレースに挑みたいと思います今回お弟子さんも一緒ですかねそうですねあの弟子の木村もいるのであのお互いに精一杯頑張りたいと思います今どんなところをこう強化しようと思ってるんですか、うん、レース的にはですねやっぱり前を援護 するっていうのがまず基本的に追い込みの役割だと思ってますんで、まずそれをできるようにちょっと余裕がない時でも頑張っていくようにはしてるんですけれど、なかなかちょっと足がですねちょっと伴ってなくてあの大敗することがあるんですけれど、はい、まあレース的にはそうですね。はい。それでは初日どの位置になりますか。ええ僕は大森さんの、はい、後ろなんであの林くんの三番手ですかね。はい。その位置でそこからの。 直線勝負ということなんでしょうか。そうですね。平塚は直線もそんなに短いわけではないと思いますので、あの勝負できるかと思います。最近は、ええー、決勝進出も続いてますが、どうですか。まあ最近、ちょっと調子もだんだん上がってきて、体も動けてるので。まあよくなってきてます。いい練習できているんでしょうか。そうですね。はい。まあ地区は違いますけど、林選手についてはどう見ますか。 そうすねイメージがやっぱ積極的に先行しているというイメージです。そこからチャンス大きそうですね。そうですねチャンスをものにできればいいといいなと思います、えー。ここ平塚は S 級初優勝した場所でもあるので、今回も優勝を目指して頑張りたいと思います。小松島記念2勝を挙げたんですが振り返りどうですか？そうですね久々だったんで嬉しかったです。あの前走も大勝した太田選手もいますがどう見ますか？いやー。 もう彼の強さはもう競輪が同期なんで。競輪学校時代からよく知ってるんで。なんとか頑張ります。楽しみにしてます。はい、さあ、初日どう戦いますか。あ、もう大田区の三番手で。しっかりついていきます。和田選手についてはどう見てるんでしょうか。そうですね。まあ。別戦でやることが結構あったんで。もうそれもちょっと。嫌になったし。はい。強すぎて。強いから。 まあしっかり同じラインで戦っていけるように、まあ、そうしていこうと思っています今後も見据えてという感じですすか、はい、そうですね、はい、えまず、近況についてご自身ではどう感じていね一時体調を崩してたんですよ、だいぶ良くなってきたんで、いいいと思います初日、どう戦いますか回、えっと、の了解を得て、太田君の後ろに行かせてもらいますまあ最近も連携あったと思うんですが、どうでしたか そうですね、前回、ついた時はもう見事にちぎられたので今回はしっかり頑張りたいです。